題1、本書の中で、最も心に響いた、または心が痛かった箇所を選び、その理由とともに紹介してくださいと。これが一つ目ですね。で、これ一気に言うんでしたっけ、通常。はい、すいません、慣れてなくて。お題2です。本書では、仏の道を得るには座禅をすることであると随所に書かれています。ではあなたが人間力を高めるためにしている本書の座禅に相当することは何ですか。実践している行動や心がけていることがあれば、それをすることによりあなたにどんな変化があったかを含めて紹介してください。あるいは、まあ、これからですね、これからこんなことをするということがあれば、紹介してくださいと。一つ目のお題はこの本からのこう、学び、本が両方とも本から学びなんですけども、この本の中で特に、この本に関してのですね、テーマということで、二つ目はそこからこう、得られた気づきとか学びを日常の行動、実践の中にどう生かすかというですね、こういう二つのテーマ設定で、今回はお題を考えてみましたということになります。お手洗いとですね、随時途中で休憩取りますけれども、必要であれば出ていただいて、部屋を右側にお手洗いがありますから、そちらの方をお使いください。よろしいでしょうか。はい、はい、それでは早速お題1の考えタイムですね、これから5分ということで、あちらの時計で今28分ですから33分まで、取ります。でその後、20分ですねのグループシェアということで、13時55分までのグループシェアをしていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。